さんこんにちは、カズラボチャンネルです。今日はフィルターレビューになりますが、マビック3プロ用フリーウェル製ブライトデイ4パック ND8PL16PL32PL64PL の ND フィルターセットのレビューになります。最後までご視聴よろしくお願いします。では早速中身の方をチェックしていきたいと思います。さあ、でかいケースの中パンパンにフィルターが入ってます。全体を覆うスタイルになってますね。そして PL 付きということで、このように回せるようにダイヤル式になっています。純正のフィルターは各レンズでフィルターが付いてますが、フリーウェル製は3つのレンズを全て覆う形になっています。ちなみに重さを測ってみたいと思います。 8.06g、 純正が 5.46、 純正の方がまあ軽いのは軽いですね。このリングが付いてる分多少重たくなってるのかもしれません。それでは装着してみましょう。穴に合わせて奥まで入ったら回すだけ、簡単に取り付けられます。続いて CPL の効果を見ていきたいと思いますが、赤いリングの部分を回すとこのように反射を抑えることができます。まあ、自分の好みに合わせてこれぐらいがいいかなというところで調整するといいと思います。これぐらい違いがあるので、まあ、コントラストが真下かのようにも見えるし、海が多少透けて見えると思います。角度にもよるんですが、このように反射を抑えることができて、まあ、海の透明度も真下かのように見えますね。続いて3つのレンズのシャッタースピードの変化を見ていきたいと思います。まずフィルターなしの状態で ISO は全て 100、 F 値も 24mm のみ可変可能ですが 2.8 で固定させています。 24mm が4000分の1、 70mm が2500分の1、 166mm が640分の1になっています。そもそもフィルターなしではなんでダメなのっていう話なんですが、全くダメということはなくて、フィルターなしでもこのように綺麗に撮影することができます。ただ一時停止してみると、このように静止した画像が重なって動画になっているため、よく見るとパラパラアニメのような動画になっているのがわかると思います。画面の下の方を見ると分かりやすいと思いますが、フィルターなしとフィルターありではこのようにモーションブラーが確認できます。適正と言われるシャッタースピードが撮影しているフレームレートの倍ということで、30フレームは60分の1、60フレームは120分の1になります。そこで ND8 を使うと4000分の1秒あった 24mm のレンズも240分の1まで下げることができました。 70mm が160分の1、 166mm が60分の1まで下がっています。 24mm は絞り調整できるので、この ND8 があるだけでも十分良さそうですね。 ND16 は160分の1、 80分の1、ズームレンズは60分の1以下の設定ができないため、露出補正がマイナス 1.3 になりました。光が強い場合は露出補正マイナス1とかまで下げることもあるので、これも有効だと思います。 ND32 で80分の1、中望遠も60分の1以下の設定ができないため、露出補正がマイナス 0.7、 ズームレンズは60分の1で露出補正マイナス 2.3 まで下がりました。 ND64 は 24mm レンズも60分の1以下の設定ができないため、露出補正がマイナス1、中望遠が60分の1でマイナス 1.7、望遠レンズが60分の1でマイナス3になっています。この60分の1が最低というのは、カメラの設定を60フレームで撮影しようとしているため60分の1が最低になっています。30フレームだと30分の1まで下げることができ、24フレームだと25分の1まで下げることができます。というわけでいかがだったでしょうか。特に 24mm の D6 で撮影する際は ISO 感度が400最低になってますので、シャッタースピードを合わせるためには ND フィルターが必須だと思われます。 D6M の場合は最低 ISO 感度100から設定できるので、 ND フィルターの数値も少なくていいと思います。 D6M だけでも 166mm ズームまで使えるようにしてほしいです。ファームアップに期待です。
24mm は絞りで調整できるので基本的に中望遠と望遠レンズのシャッタースピードを重視するとして ND8 か16あたりを主に使うことになるんじゃないかと思います。じゃあ32と64はどうしたらいいのって話なんですが、確かに動画で使うと ISO 感度が上がってノイズが乗っかってしまうので写真でスローシャッターを使いたい場合は有効だと思います。スローシャッター撮影の作例はいいロケーションがあったら改めてやってみたいと思います。それでは最後に Mavic 3 Pro 用フリーウェル製ブライトデイ4パック ND フィルターセットを使った九十九島の絶景映像をご覧いただきたいと思います。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。